いやどうもこんにちは。またちょっとまあなかなかモネちゃんロスなんでいろいろと考えたことを話していくんですけど、まあタケル君が独立するじゃないですか。まあしちゃったじゃないですか。でそういうのに対してね、今後どうなっていくのか、タケモネは一体どうなのかっていうのもちょっと気になるところではあるじゃないですか。今までとね、タケル君環境が違うだから。でそれでじゃあタケモネ、モネちゃんともしうまくいくのであれば、じゃあ女として独立するタケル君、いわば独立して独り立ちしていくっていう男性に対してどういう思いがあるのか、もしくは男性はどういうふうに独立に対して思うのかっていうところをタケモネに絡めてね、考えていこうかなっていうことなんですけど、女の本音、ぶっちゃけ独立する男性に思うことっていうやつですよね。まず独立する男性にまずパッと思う、女性が思うのは生活が不安定そうっていうこと、危ないなと思う。安定してる仕事がいいですっていう人もいるし、オラオラな感じ、飲みに行くのは楽しそうだけど、結婚安定は遠い。不安定なのでいいところはないと思います。本当に成功するのか大丈夫かっていう。やっぱりチャレンジ精神や情熱だけでは語れないのが独立。本当に成功するのか、継続して安定した収入が得られるのかと、将来不安にする現実的な意見はありました。確かにね、その結婚ってなると、ただ単に恋愛するのではないじゃないですか。その自分の将来をその人に預けるっていう意味合いも女性だったらあるじゃないですか。ね、子供も作ってね、家庭を持つってことはそういうことだと思うので、そうなると、やっぱり安定を求める人多いんじゃないかなと思いますよね。やっぱり独立ってなると、ギャンブルっていうところもあるから、そこら辺をもう、なんていうのかな、男性に対してそういうのを、安定とかそういうレベルじゃなく、もうこの人を信頼して、この人が好きだから、もうこの人がやることは全ていい。だからこの人についていくって思わせるような男性にならないといけないってことですよね。まあ二つ目思うこと。大変そうってことですね。たくましいが責任がつきまとうので大変だなと思う。破産しないかが心配。休みが不定期そう。辛そう。大抵保証人として個人で借金してるからいろいろ勝負と。いうなんかそういうイメージってことですね。独立となると常に責任を背負ってお金の管理から営業など休みなく働き、動き回るのがなかったりとか、相当なハードワークが想像できます。やりがいはありそうですが大変そうという声も多くあります。まあ、たけるくんの場合はたけるくんは社長ではないので、そこら辺の金のやりくりとかっていうのはないでしょうけど、まあ一つ言えるの大変そうっていうのは、仕事がね安定的に入るかってことだけでしょうね。だから、じゃあ、まああと、なんだ、芸能界って特殊な世界にいて、今まで、アミューズが面倒を見てくれてた大手だからね、できたことが、もうちっちゃい個人事務所みたいになっちゃうわけであって、その中で、じゃあケアできていくのかっていうところが大変そうだなっていうところかなとは感じますよね。あと三つ目、独立がね、正確に何があるのでは、集団でやっていけなかったのかと少し疑うところがある。自らの意思で仕事をしていける点はいいと思うが、自分勝手になることもあると思う。しっかりしていて頼りがいがあるが、自己中と。何でも自分でできてプライドも高そう。プライドが高い自分勝手などマイナスイメージを持つ女性も多いです。柔軟さも大切ですが、多少そう思われるくらいの自信勝てないと独立なんてできないかもしれませんね、と。まあ。これはね、だから、まあ、女性特有の考えなんじゃないですか。男性はそういうことはないですよね。やっぱ男、一国一城の主みたいなね、天下を取るとかね。やっぱりそういうのは普遍的な夢として持ってるじゃないですか。時代が変わっても。やっぱりね、もう戦国時代だったら、やっぱ戦国武将に憧れるように、自分で一つの城を持って、そこで、勝負していくっていうところが憧れとしてはやっぱあるわけですよ。だから僕もね、独立した時ってのは、なんだろうな、こう、周りと、性格が何があるとか、まあ集団でやっていけなかったっていうことではないですよね。もともとその集団に入る時に独立を目的として僕は入ってったりとかするので、まあ将来数年後本当に短いスパンで、自分の力で試せるような、ところが、ものを作ってやろうかっていうところで、その集団で勉強するために入ってるっていうところもあるわけですよ。で、僕みたいな人多いと思うんですよね。結局、そもそもが独立心があるかないかってことになるので、独立心がもともとある人間が独立するから、
独立心がない、もともとない人は独立することはないんですよ。な、たけるくんとか独立心がある人だと思うし、周りも独立してってんの見てるから、そういう目で、あ、そういう面では、もういつかは出ようって、アミューズを出ようっていうところはあったんだと思いますけどね。あとまあ、四つ目ですよ。男性としてかっこいい。将来や社会保障が不安だがビジネスマンとしてかっこいい。メンタルが強い。不安をどう乗り越えているか気になる。尊敬する。やっぱり自分に自信がある人なのだなと思う。行動力がある人たち。自分の力が最大限に出ていてすごいと。まあ、これは普通の意見ですよね。リスクを理解しておか、リスクを理解してなおチャレンジする姿勢には、同じ会社で働く立場としてかっこいいという女性の声が多数ありました。行動力やメンタルの強さにも高い高評価が、たけるくん自体はまあ多分これの方が強いんじゃないですか。まあアミューズって大手にいるたけるくんもかっこいいけど、まあそこを出てね、自分の力で30代になって、男性としてかっこいいと。今度は自分の力を試してみるっていうような感じの行動をとってるってことはかっこいいと思うので、まあモネちゃんにせよ、どんな女性であれ、ファンの女性たちもそうだろうけど、このたけるくんが独立したってことは皆さん好意的にね、かっこいいよねっていう感じで見てるじゃないでしょうかね。不安視してる人あんまいない気がしますけどね。じゃあ、まあ、これからね、たけるくん結婚して、まあ、モネちゃんがね、もしかしたら結婚するかもしれない。ってなった時に、じゃあ、成功する男性のポイントみたいな感じですかね、その独立してね。まず見るべき基本は、男性の生命力、エネルギーの高い男性の見極め方みたいなのがあるんですけど、と、他の人と違う仕事や仕事のやり方を選ぶ勇気、結果が出ることで注目される覚悟、批判や嫉妬を受け入れる器、それでも続けられる忍耐力など、それぞれを支えるのは男性の生命力でエネルギーが高い方からこそできる、だそうです。だからまあ、それが全て持ち合わせてる人がうまくいくっていう、ことなんでしょうね。じゃあ、独立して成功する男性の見極め方なんですけど、独立したり起業したりして成功する男性はどのような雰囲気や特徴を持っているんだろうか。当たり前だが今成功している人も成功していない時期があるわけだと。その人たちは成功してから結婚した人も多いだろうが、ほとんどが成功する前に付き合った女性と結婚してお互いの人生を共に謳歌している。なるほどね。将来成功する独立起業家を選ぶメリットと。普通じゃない人生を送ることができると。ああまあそうね。まあまあまあ、たけるくんの結婚したらもう、それはずっと普通じゃない人生だと思いますよ。変化が激しいワクワクする人生を選べる。まあね。成功すればするほど時間に余裕が生まれてくる。まあそれはそうですよ。サラリーマンの人っていうのは、うまくいけばうまくいくほど人に雇われてる人っていうのは、仕事断るわけにいかないので、ね、雇われの身なので。で、自分で時間は作れないですけど、独立してる人ってのは自分で自分の時間を作れるので、そうですね。僕もね、独立してる時そうですけど、めちゃくちゃ時間はありましたからね。社員がやってくれてたんで。やっぱそうなりますよね。将来成功する独立。あ、デメリットね、これはね。安定することが難しいと。まあ、だから安定を望んでたら独立しないでしょ。変化が多いため一つの場所の生活や長い付き合いが形成しにくい。まあ、それも覚悟の上じゃないですかね。不動産ローンなど社会的信用が成功した後でも難しい。うん、まあ、それもあるけど、不動産ローンとか別にいいんじゃないですか。現金で買えるんじゃないですかね。たけるくんなんてね。別にローン組む必要性がないんじゃないですか。こういったメリット、デメリットをちゃんと理解した上で、将来独立して成功する男性の特徴を見極めた方がいいってことですね。まあまあそういうところも含めて、理想の結婚相手になるかどうか、そう、男の人をそう見極めるときは、あなたが生きたい人生を共に歩みたいという人かどうかっていうことが重要だってことですね。あなたが生きたい人生を共に歩みたいと思える男性こそ、あなたの理想の結婚相手というわけ。つまりあなたにとってその男性がふさわしいかどうかを見極めるのには、あなたがどんな人生を歩みたいかを知る必要がある。あなたが歩みたい人生を一緒に歩める人がその男性がふさわしい結婚相手かどうかを見極め方になるっていう話ですね。だから、安定志向を求めてる人は、やっぱりたけるくんと結婚できないと思いますよね。ね、たけるくんは今回独立勝負に出て、
いろんなことをやってってね、海外でも活動したいって言ってるわけでしょ。だから同じ思考性を持ってなきゃね、いけないですよね。結婚して安定して子供を育てて、これでね、旦那さんがね、朝出かけ、まあ朝普通に出かけて夕方に帰ってきてっていうような安定性を求めるんだったら、まあ、たけるくんと結婚する必要性はないと。たけるくんがやりたいって夢を自分の夢のように支えようと思ってる人であれば、たけるくんと結婚するっていうことに対して両方幸せになるって話ですよね。まああとは褒め上手になることですねっていうことですね。褒め上手になれば素晴らしい男性を見極め引き寄せることができるようになる。落ち込んだ人も癒せる女性になることができる。人の才能を伸ばせる女性になることができる。みんな自分を褒めてくれる人を好きになる。つまり多くの人に好かれ愛される女性になれて、それだけ多くの豊かさを手に入れることができると。まあ、モネちゃんなんてね、褒め上手ですよね、見てるとね。もうとにかくいろんな共演者を褒めたりとか、しかもその言葉選びがすごくチョイスがいいので、で、たけるくんもね、モネちゃんのことをね、言ってたら、同世代の中でも全然大人ですよね、っていう、すごいなと思いますよって言ってるぐらいなんで、まあ、そこら辺に関してはあれなんでしょうね。楽なんでしょうね。楽じゃない人と一緒にいるのきついじゃないですか。まあ、そんな感じですかね。結局、要は、たけるくんがね、独立を果たして、じゃあ結婚に向けてどういう風にしていくのか。そしてその独立をしたたけるくん、独立した男に対して女性はどう思うのかっていうことをちょっとね検証してみたっていう、そんな動画でした。な感じです。ではでは。